絶望名人カフカの人生論、柏木弘樹さん編訳より抜粋してお届けします。75、むさぼり食いたい衝動。胃が丈夫だと感じさえすれば、いつでも無茶な食べ方をする自分を想像したくなる。古く硬いソーセージを噛みちぎり、機械のように咀嚼し、がむしゃらに飲み込む。熱いあばら肉を噛まずに口の中に押し込む。僕は不潔な食料品店を完全に空っぽにしてしまう。ニシンやキュウリや傷んで古くなって舌にピリッとくる食べ物で腹をいっぱいにする。日記。自然食品しか口にしないようにしている人でも、時にはファーストフードなどをむさぼり食べてみたい衝動に駆られる時があるのではないでしょうか。カフカにもそういう気持ちがあったようです。単に肉をガツガツと食べたいだけでなく、不潔な食料品店としているところが泣かせます。カフカでさえ時には自分の神経質に疲れて、清潔とか毒とか害とか、そんなことを一切考えずに食欲のままに食べ物にかぶりついてみたかったのです。しかし彼の胃が弱かったのは心配しすぎのせいなのですから、もし彼が最初から何も気にせずに食事をしていたら、この願望通りのことが可能な丈夫な胃のままであったかもしれません。お聞きいただきありがとうございます。青空ゆりねチャンネル登録よろしくお願いします。